はい、こんにちは。レクセン任講師の矢島です。本日ですね、今収録しているのが5月の13日の水曜日の午後2時なんですけれども、本来だったらね、本日は司法試験が実際さ司法試験がね予定されていた日なんですけれども、延期になってしまってね、本日はやってないということになりますね。で、一応今午後2時の段階でちょっと法務省のホームページね、直近確認したんですけれども、まだね司法試験も予備試験もともに日程が発表されていないという状況になっております。そうなるとね、さすがにここまでね、4月の、ね、8日に延期をするということが決まって、さすがにね、ここまでこう、ね、日程をこう出さないなんていうふうに、当初思ってなかったんじゃないかとね、私も思ってなかったですけど、皆さんもね思ってなかったんじゃないかと思うんですよね。で、こうなってくるとなかなかこうちょっと勉強のねモチベーションを維持していくっていうのがすごく大変だと思います。でも実際ねこの後、試験があるってことになると、勉強のこう学力をね落とすわけにはいきませんので、なんとかねちょっとこう皆さんの方にこう勉強の意欲がこう下がらないようにするために、私の方でできる限りの、できる範囲のことっていうことでね、ちょっとこう民法のこう条文を、その6法を使ってね今見ていくっていうちょっと講義をねやらせていただいております。で、今回ですね、ちょっとまたしばらくね試験の日程いつになるか分かんないですけども、ちょっと今回契約の総論の条文をねちょっと一緒に見ていきまして、でそれでちょっとこうね勉強からあまりこう離れないようにねしていただければというふうに思いますね。ちゃんと論文のね力を落とさないように、繰り返し同じ問題でいいですよ。手を広げずね論文を書いたりとか、あとインプットの面でもね、こう規範とか大事な判例とか、そういうの忘れてきてしまうと思うのでね、そこちょっと地道な作業で大変なんですけど、基本的にこう忘れない程度にこう繰り返しね、やっていくという感じで頑張っててください。さて、じゃあですね、ちょっと画面の方を映させていただきます。今回のね6法だけで学べる矢島の条文チェック講義、民法のね契約総論の方をやっていきます。で、6法の方ね各自何でも構いませんので、ご用意ねいただければと思います。で、6法の条文をねこれからちょっと見ていくことにしましょう。で、契約総論なんですけれども、まずね521条ですね、皆さん6法で521条のところをちょっと開けていただけますかね。で、この契約の総論のところをねちょっとこれからご紹介していきます。贈与に入るね直前ぐらいのところが契約総論の条文なんですけどね。で、そうすると、521条、6法の見出しのところでね、その上のところに第2章、契約で第1節相続で第1巻でね契約の成立っていうふうにあると思います。で、ちょっと先にね契約のところで結構大きく変わったな、改正民法がね改正されて大きく変わったなって思うのは、各地社間の契約の成立時期につきまして、従来はね法改正前は意思表示に関して発信主義を取っていたんですけれども、新法ではねそれが廃止されて、条文跡形も残ってないんでね、旧法の526条の1項にあったんですけれども、ちょっと跡形ももうありませんのでね、これがなくなったっていうことはちょっと旧法に慣れてる方はちょっと気をつけて、おいて、ください。要は民法ってのは明治時代にね、できてるわけですけれども、特にこう各地社間、当時はまだ通信手段がね発達、していなかったので、各地社間で何かこう契約をね成立、一生時の一生時することによって契約を成立させようとしたときに、とりあえずその申し込みの一生時は到達主義にとって、でさらにその申し込みに対する承諾の一生時がね、それも到達主義ってことになっちゃうと、当時通信手段がねこう発達してないので、すごくこう契約が成立するまでに時間がかかってしまうと。で、そうなってくると、その承諾をした人がねその契約の履行の準備にこう取り掛かるのにものすごくこう、そこまでのね時間がこうロスしてしまうってことで、なるべく円滑にこの契約をね、こう締結して契約の成立を認めて、で早くね履行の準備をこうすることを実現するためにね、その発信主義ですね、承諾の一生時発信主義取ってたんですけど、今はね電話だってインターネットだってメールだってなんだってもその、直ちにこうね一生時をお互い各地社間であっても分かり合えるような時代になってますので、要は承諾の一生時だけ発信主義を取る合理性がもうないんですよね。その立法事実をね、その立法を支えるその合理的なもう理由がなくなってるんで、そういうことでこうね、発信主義というのがなくなりました。だから共にもう民法のね到達主義の原則で97条の方でね、到達主義ありますけど、そちらの方が今後使われるということになりますね。じゃあちょっとこんな感じで前置きでしたけども、じゃあ条文実際ね521条以下のところを見ていきましょう。
まずですね、契約、このね、見出しのとこだけど、契約の締結および内容の自由ということで、まあ、簡単に言うと、契約締結ね、契約自由の原則なんてよく聞いたことあると思うんですけども、まあ、従来こんな大事なね、概念が、明文化なかったんですよね、明文なかったんですね。で、それが、まあ、今回当たり前のことを、こう、従来の解釈論が明文化されているという感じになります。で、そこでまず521条の1項。ですが、何人も法令に特別の定めがある場合を除き契約をするかどうかを自由に決定することがまあできるということになってますね、というわけでこれね契約の締結のまあ自由ということになってますね、それから2項ですけども契約の当事者は法令の制限内において、契約の内容をね自由にまあ決定することができると、まあ、1項の方はね契約を締結するかしないか、まあ、もちろん相手方誰をね相手とするっていうその相手方選択の自由も含んでなんですけど1項の方はまあ契約を締結するかしないかの自由で、2項の方はねその内容契約の内容を自由に決められるんだっていうね、そういう規定になってます。そして今度522条の1項ですけれども契約の成立と方式です。で522条の1項はこれはまあ、契約の成立要件が書かれてるんですよね。でこれも従来の解釈論、まあ、当たり前のことをこう明文化したということになってます。まあ、逆に言えばこう当たり前のことが今までこう、ね、明文化されてなかったんですね。で522条を見ていきますとまず1項、契約は契約の内容を示してその締結を申し入れる一生時、まあ、かっこね以下申し込みになりますがに対してね申し込みに対して相手方が承諾したときにまあ成立するということになってます。まあ、簡単に言えば契約っていうのはねその申し込みの意思表示と承諾の意思表示が合致することによって成立するんだってことで、まあ、契約の成立要件をね、こういう形で522条の1項の方で示していると、まあ、いうことになります。で、まあ、この点に関していろいろねその要物契約例えばその民法のね条文をこう見ていくと、まあ、中にはその物の交付がなければその契約が成立しない趣旨のまあ条文もありますので、まあ、そういうね要物契約っていうんですけどそういうものに関してはまあそちらの規定の方が優先されると。例えば要物契約の具体例としては587条をちょっと開けていただけますかね。587条、まあ、消費貸借のね条文なんですけどもちょっと見ていきましょう。587条消費貸借、消費貸借は当事者の一方が種類品質及び数量の同じものを持ってね、返還することを訳して相手方から金銭その他の物をここですね受け取ることによってその効力を生ずると。でこの効力を生ずるというのは、まあ、解釈論で契約が成立するという趣旨だというふうに言われているんでね、まあ、物を受け取ることによって、まあ、契約が成立するんだってことでこれがその要物契約というふうにまあ言われているものですね。でちなみに民法改正によって要物契約ではない消費貸借契約も認められるようになりました。まあ、要はね口約束だけでもこう、ねその申し込みと、承諾の意思表示が合致するだけでもその契約が、ね成立認められるものがそれが、まあ、この1項だけちょっと見ていきますと次のところですね。587条の2です。前条の規定に関わらず書面でする消費貸借は当事者の一方が金銭その他の物をね引き渡すことを訳し相手方がその受け取った物と、種類品質数量の同じものを持ってね返還することを訳することによってその効力をまあ生ずると。これ上のね587条と違って物を受け取ることによってっていうのがないのでね、まあ、こちら587条要物契約ではないということが分かりますね。まあ、基本的にはこのね訳し訳することによってで効力生ずる。でこれもこのも効力生ずるというのは契約が成立するという趣旨っていうふうに解釈されてますけども、まあ、訳しで契約成立するんでね、まあ、そういう形でこちらはその意思表示の合致ですね申し込みと承諾の意思表示によって合致するまあ諾成契約要物契約に対してまあ諾成契約と、まあ、いうことになってきますね。まあ、そんな感じでですね、まあ、一応こういう例外もあると。で57ページちょっと戻っていきましょう。あすいませんこちら522条のね、1項ですね。522条のところ戻っていきます。だけどもう一回一応ねこれ大事な条文なんで522条1項読んでいくと、契約は契約の内容を示してその締結を申し入れる一生時これ申し込みと言いますけどもに対して相手方が承諾した時にまあ成立するということになってますね。でさっき言った通り例外は例えば587条みたいにね要物契約みたいなのがあります。で今度522条の2項ですけれども、こちらはね契約先ほどのね契約自由の原則 の, 続きになりますね。ちょっとなんか1項だけちょっと飛んじゃってるんですけど、2項はねこれある意味契約のね、その自由の原則の、まあ、一内容になります。で見ていくと、契約の成立には法令に特別の定めがある場合を除き、まあ、書面の作成その他方式を具備することを要しないということでね、これはその契約のねその方式の自由
というふうに言われてますね。まあ、契約自由の原則の中でもね、まあ、締結するかしないかの自由とか、その内容のね、決定の自由とか、あとこの方式のまあ自由っていうのがまあありますね。例えば、保証契約なんかはね、まあ、皆さんもご存知だと思いますけども、その書面がね、書面でやらないとこう成立しないとかね、ってなってますので、まあ、こういったのはその、このね、522条の2項のね、ところのこの特別の定めっていうことにまあなってくる。ってことになりますね。というわけでね、こんな感じで、まあ、一応こうね、522条の2項はこちら方式の自由なんだよと、まあ、例外がねありますけども、まあ、方式の自由を定めているということになりますね。さて、で今度ですね、まあ、特に大事な条文だけちょっと、ご紹介していこうと思うんですけれども、今度はですね、でちょっと珍しいなと思うのは、まあ529条の検証広告ね、重要度は今までご紹介している条文と比べると随分まあ、下がってしまうんですけども、529条の検証広告ね、まあ、慣れてない方も結構ね、検証広告慣れてない方もまあ多いと、まあ、思うんですけど、まあ、担当試験でね出る可能性があるので、まあ、ちょっと簡単にこのね、特に、目立つ条文をご紹介しておきましょう。では529条を見てください。ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者ですね、まあ、検証広告者と言いますが、まあ、検証広告者はその行為をした者がその広告をなんと知っていたかどうかにかかわらずその者に対して報酬を与える義務を負うんだということになってます。これ法改正前、民法のね再建法改正前は、まあ、実はそのまあ検証広告、例えばこう迷い猫ね、まあ、家で飼ってる例えば 猫ちゃんとかね、まあ、そのワンちゃんが、まあ、行方不明になったってことで、まあ、例えば色こうビラなんかを作ってね、まあ、猫うちの猫見つけてきてくれたら、じゃあ例えば5万円10万円の謝礼をじゃあ出しますみたいな形で、まあ、検証広告やったとして、で従来は、まあ、たまたまその検証広告の存在を知らずにね、その猫を見つけて、この猫は誰々さんのところの猫じゃないかってことでそこ届けていったような時に、その場合にね、その検証広告の存在をまあ知らない人がですね、その検証広告を根拠に、まあ、その報酬の請求ができるのかどうかっていうのは一応こう理論上の議論があったんですけれども、まあ、一応価値判断としてはその検証広告を出した人としては、まあ、自分が望む結果が生ずればね、まあ、そこにこう書いた、そのね、そこで決めた、まあ、報酬を出すっていうことが要はね覚悟できてたし、で現にその検証広告通りのその結果が生じたことでその利益をまあ得てますよね。であればその報酬支払わせても別に不合理なこととはありませんので、価値判断的にね、まあ、そんなことからですね、その結局、その広告していたか知らないしてたかどうかに関わらずね、まあ、その結果さえ出せばその報酬がね、検証広告通りのその報酬がもらえるっていうことを、まあ、当たり前のことっていうか、まあ、ある意味価値判断的には、まあ、常識的にそうだろうなっていうことを明文化したのがこの529条ということになりますね。ちょっと読んで、もう一回読んでいきましょうか。529条、ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を、ね、広告した者、検証広告者はその行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらずその者に対して報酬を与える義務を負うということになってますね。あとですね、531条もちょっと見ていきましょうか。531条1項、広告に定めた行為をした者が数人あるときどうなっちゃうんだろうって話なんですよね。でこれはね、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有するって、一応こういうルールでね、まあこういろいろ混乱やトラブルが生じないようにするためにね、まあ、そのね広告に定めた行為を数人、まあ、した場合は最初にその行為した人だけがね、まあ、報酬請求できるよっていう形で規定されてます。で2項ですけども、じゃあ数人が同時にそのね検証広告の通りの行為をしたらどうなるのかっていうと、まあ、同時の場合は各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有するっていうようになってますね。まあ、ただしそのね報酬がその性質上、まあ、分割に適しないときね、なんか特定物をこう上げるとかそういう場合はね、まあ、分割できないことになると思うんですよね。あとまたは広告においてね、一人のみがこれを受けるものと、まあ、したときはね、まあ、こうやってちゃんと最初から広告しているようなときは、まあ、こういうときは抽選でねこれを受けるものをまあ定めるということになってますね。ただこれ531条任意規定でありまして、まあ3項の方でね、前2項の規定は広告中にこれと異なる意思を表示したときはまあ適用しないというふうになってますね。まあ一応こうね、異なる意思表示は可能だということになってます。まあ検証広告はまあこれぐらいにしておきましょう。さてじゃあこの後ですね、またちょっと大事な条文に戻っていきます。533条を見てください。まあ契約の効力っていうね、まあ第2巻契約の効力っていうところにあるんですけども、まあ533条これまあ同時履行のね公弁の重要なね条文になります。でちょっと見ていきましょう。
総務契約の当事者の一方は相手方がその債務の履行で一応過去書き、これ従来の解釈論がね、まあ過去書きで明文化されてるだけなんですけども、まあ相手方がその債務の履行、債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行も含むということで、まあ例えば売買代金債務がね、債権がなんかこう履行地帯になってたらね、遅延損害金ついてきますけども、まあそういった遅延損害金の部分まで例えばこう含むとかね、まあそういう趣旨であります。というわけでもう一回ね、契約総務契約の当事者の一方ね、売買契約みたいに、両者がね、まあ、対価的な関係をね、この、こうね、債務を負うような時がありますけど、そういった売買みたいな総務契約の当事者の一方は、まあ、相手方がその債務の履行、債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含むを提供するまで自己の債務の履行を拒むことができるってことになってますね。まあ、これは同時以降の公弁です。まあ、一応過去書きのところでね、損害賠償も含むというところが明文化されているのが特徴ですね。で、一応ただし書きですが、まあ、相手方の債務が弁済期にないときは、まあ、この限りではないと。まあ、このただし書きは、まあ、ある意味こう表現変えて言い方変えれば、要は、まあ、自分の方に先履行義務があるときはね、要は自分の方が先に履行する義務があるようなときは、それはちょっと同時以降の公弁は言えなくてね、もうそれは先に履行しないといけないと、まあ、いうことになってきますね。まあ、それが正し書きということになりますね。まあ、先立行義務があるときは同時行の公弁は言えませんよということになってきます。さてで今度ですね、536条いきましょう。まあ、534条と535条っていうのはね、まあ危険負担で総務契約のね、その一方の債務が履行不能で、まあ、消えてしまったときに他方の債務が存続するのかどうかで、その他方の債務が残るよっていうのが規定されてたね、ですけども、まあ、それが非常に不公平なんだってことでね、公平ではないんだってことで、それで改正民法によって削除、まあ、されてるということになってますね。で、改正民法はね、平等をちょっとこうね、公平という観点からそこの536条1項のところがあるんですけども、ちょっとまあ見ていきましょう。536条1項、当事者双方のセミに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができるということですね。で、ここはね、この危険負担っていうふうにね、まあ、両方の総務契約のね、この一方の債務が消えたときに、まあ、新法では旧法下では総務契約の一方の債務が消えたときに他方の債務が消滅するのかどうかっていう議論がされてたんですけど、新法の下では消滅するかどうかっていうんじゃなくて、そのまあ一方の債務がこうね、履行不能で消えてしまったときに、まあ他方の債務残ってるわけなんだけど、その他方の債務の履行請求されたときに、まあその履行拒絶できるかどうかっていう形で議論されるようになったんですよね。で、基本的に536条1項というのはどういうことが書かれているかっていうと、まあ今言った通りね、一応公平ということを考えたときに、まあ、総務契約で、ね、両方当事者双方がそれぞれ債務を追いやってるような、まあ、状況 で一方の債務が履行不能になって消えてしまったと、まあ、いうときに、ね、それでその、まあ、一方その他方当事者だけが債務を履行しなければいけないってなると、それはちょっと不公平なんですよね。なんで自分だけが債務を履行しなければいけないんだっていうふうになってくるので、まあ、そこで公平を、ね、こう維持する観点からですね、公平実現する、まあ、趣旨から、まあ、そのね、履行を求められたときはですね、残っている方の債務の履行を求められたときは、まあ、その相手方はその履行拒絶をすることができるんだって形で、まあ、それでこううまくバランスをね、まあ、公平にバランスを取ろうとしているという条文がこの536条1項と、まあ、いうことになってますね。で、ちょっとね、ちょっとした知識ですけども、危険負担の場面で、まあ、債務者とか債権者っていう言葉が出てきたときにね、まあ、それって一体要は例えば売買の、ね、例で言えば、それは売り主と買い主どっちなんだろうというところですね。で、その点に関してはちょっとここのね、例えばこの債務者536条の見出しに債務者の危険負担等って書いてありますけど、要はね、ここの危険負担の場面での債務者っていうのは、そのね、履行不能となった債務ですね、それを基準に債務者とか債権者っていうのが決まってきます。で、ちょっとメモしといたんですけどね、この、536条の見出しの上のところに、まあ、履行不能となった債務の債務者で、例えば売買で言えばね、売買の場合はまあ、目的物の引き渡し債務と金銭債務がね、それぞれ各当事者、まあ、負うことになりますけど、金銭債務っていうのはね、履行不能っていうのが観念できないんですよ。要はその、まあ、一定の期日にね、約束の期日に支払えなくなるっていう状況はあるかもしれないんだけど、それはお金っていうのはでも世の中どっかに必ずあるものだから、それは履行不能っていうよりは単に履行地帯っていうふうに評価されてしまうんですよね。なので売買の場面で履行不能っていうと、結局その
売り主の、ね、目的物引き渡し債務しかないんですよ。なのでそれを基準に、ね、目的物の引き渡し債務を基準に、まあ、債務者なのか債権者なのかっていうのが、まあ、決まってくると、まあ、いうことになりますね。まあ、これはぜひ普通に民法をこう、ね、債権勉強していって学ばなければいけないところですので、まあ、各自皆さんテキスト何らかの、ね、テキストをお使いだと思いますので、まあ、そちらの方で整理を、ね、しておいていただければというふうに思いますね。じゃあちょっと条文見ていきます。もう一回ね、536条1項、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときはね、まあ、両者のね、帰責事由なしにまあ履行不能になってるから、だからやっぱ公平の観点からね、まあ、一方の残った債務の方を履行請求されたときにやっぱその履行拒絶権をね与えたいんですよ、他方当事者に。まあ、そんな感じで債権者は反対給付の履行を拒むことがまあできるんだということになりますね。というわけでね、こんな感じで公平を取ってるということになります。さてで今度2項ですけども、こちら債権者売買を例に言うと、さっきね言った通り売り主の方が債務者になりますので、まあ、これは買い主の方ですね。なんでまあ債権者、まあ、買い主の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、この場合はね、これはやっぱりこう債権者、要は買い主が責任を負うべきなんで、まあ、債権者はね、買い主の方は、まあ、反対給付の履行を拒むことができないんだと。だから結局目的物の引き渡し債務が要は債権者、買い主のせいで履行不能になった時にね、その履行不能のやっぱり危険を、売り主の方に負わせるのはちょっと酷な かわいそうなんですよ。買い主のせいで履行不能になってるわけだから、だからその場合は、まあ、買い主の方にちょっとそのね不能になった危険をまあ負担してもらって、もし売り主の方から買い主の方に対して代金支払い請求をしていった時はですね、まあ、その買い主の方はね、まあ、債権者の方はまあ履行の拒絶がまあできないんだってことになってますね。まあ、それが536条の2項ということになってます。じゃあちょっともう一回2項を見ていきましょう。536条2項です。債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができないんだってことになってますね。でこの場合、例えばそのね、まあ、物渡さないと、例えばこうね発送費用を節約できたとか、まあ、そういうね、ことも起こってくると思うので、まあ、そこでまあうまくね経済的にこうバランスをですね、公平の観点からバランスを取るためにできている条文がその後段のところ2項の後段のところなんですけども、この場合において債務者はですね、まあ、要は売り主D って読み替えてくれてもいいですけども、債務者は売り主は事故の債務を免れたことによって利益を得たときは、例えばね発送費用をまあ節約できたとかね、そういうところがまあ利益になりますけども、まあ、これを債権者に召喚しなければいけないということになりますね。まあ、実際に相殺がねされて最終的にこう支払う金額が一括で調整されるとは思うんですけども、一応条文上ね、この発送費用もこう発送費用のこう召喚をね、しなければいけないってことになってますね。まあ、そんな感じの条文になってます。ちなみに536条の1項と2項を一緒に見てもらいたいんですけれども、その適用場面、どういう時にその適用されるのかというのをちょっともう一回確認していただきたいんですが、536条1項はね、これは当事者双方の責めに帰することができない事由で履行不能になった時ですよね。で、2項は債権者の責めに帰すべき事由によってやっぱこう履行不能になった時なんですよ。でちょっとこうね気になった人もいると思うんですけども、じゃあ債務者の帰責事由によってね、その履行不能になった時はどうするんだよと、これ条文書いてないですよね。じゃあそれどうするのかって話なんですけど、それはですね債務不履行に基づく損害賠償請求権を定める415条が参考になると思いますね。ちょっと415条を開けてください。まあ、この私のこの条文のねチェック講義シリーズのところで債権総論 のテーマを扱っているときに、ね、まあ、415条をご説明しているんですけど、まあ、ちょっと415条だけ見ていきましょう。で、415条の1項ですけども、まあ、本文と正し書きがありますのでちょっと一緒に読んでいきましょう。415条、1項、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができると。ただし、その債務の、ね、不履行が契約その他債務の発生源及び取引上の社会常に照らして、ここですね、債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りではないと。まあ、一応主張立証責任の観点考えたときに、まあ、債務不履行に基づいて損害賠償請求する人は415条1項
の本文の、ね、まあ、要件、まあ、基本的には債務不履行の事実と、ね、その損害の発生と因果関係、まあ、そこをまあ言ってくことになって、で今度ただし書きの方で債務者の方が、ね、その免責事由をまあ主張立証するという形になってます。で今はそのちょっと主張立証責任という話をちょっと置いておいて、ね、この条文1項の本文とただし書きを全体的にまあ見ていくと、まあ、簡単に言えば要は債務者に既責事由がある時っていうのは、まあ、要は債務不履行に基づく損害賠償請求件のまあ問題になるんだなってことが、まあ、415条から読み取れるんじゃないかと思うんですよね。でそうするとさっきの536条のところに戻っていただきたいんですけれども、まあ、結局誰に既責事由がその、ね、履行不能になったことに関して、まあ、誰に既責事由があるかによって当事者双方の生命にね、当事者双方に既責事由がないときは536条1項で、まあ、公平の観点から、まあ、履行拒絶権っていうのが、まあね、債権者の方には履行拒絶権っていうのが発生してくると、そして、その履行不能がこの債権者のせい、だというときはそれはやっぱその、ね、履行不能の危険を債権者の方に、まあ、追ってもらうべきでありますので、まあ、そこで2項536条の2項の適用場面になってね、でもしこのね、残ってる方の債務の履行を、その債務の履行を請求された時に、まあ、履行の拒絶がまあできないんだという形、債権者の方はね、履行の拒絶がまあできないんだということになってますね。そして、その債務者の既責事由があるときはちょっと条文が離れちゃうけど、さっきのね415条の1項の本文の正し書きを全体、まあ、見渡してまあ見ると、まあ、債務履行に基づく要はね債務者に履行不能に債務者に既責性があったらそれは債務履行に基づく損害賠償請求の問題になるのはある意味当たり前でありますので、まあ、債務履行に基づく、まあ、損害賠償請求権のね、まあ、問題になってくるということになりますね。という感じで、まあ、債権の、ね、条文っていうのは結構いろいろこう飛んでるところの条文をつなげてね、それでこう全体がこうつながってくるようなところがありますので、まあ、短い時間のうちにね、なるべくこう条文全体をまあ読んでこう慣れてしまうっていうのがまあ一番なのかと思いますね。まあそんな感じで、まあ忘れる前にね、条文の復習、まあ、たまに条文読むと、まあ、ちょっと試験延期になっちゃってね、こう条文忘れちゃうんじゃないかと思うんだけどね、たまにこうやって条文見ていただければと思いますね。さてじゃあ今度ちょっと続きで、537条いきましょう。ちょっと全然話題変わるんですけど、第三者のためにする契約ですね。で第三者のためにする契約でまず537条の1項ですけれども、契約により当事者の一方が第三者、契約の当事者まずね誰か2人、まあ、最低でもまあいるわけですけども、それ以外のまあ第三者出てくるんで、まあ、最低3人出てきますね。というわけで、契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときはね、普通は契約の当事者間でそのまあ給付をね、まあその一方の当事者に対して他方の当事者が給付するっていうのを普通の契約というのを訳することになるんだけど、この第三者のためにする契約っていうのは契約の当事者間、まあ、2人で約束するんだけど、その内容がその給付の相手方が第三者になるんですよね。その契約の当事者、他方当事者の方に何か給付するっていうんじゃなくてね、その契約の当事者以外の第三者に、その給付をすることをね約する、まあそういうちょっと変わった契約ですね。でというわけでもう一回、537条1項です。契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は債務者に対して直接にその給付を請求する権利をまあ有するんだということになってますね。まあ、通常その第三者っていうのはまあ契約の当事者ではありませんから、まあ、本来はこういうね、契約もないのになんこういう請求権っていうのは発生しないはずなんだけども、まあ、それをねこういうまあ場面であれば第三者の権利を保護するべきなんだという価値判断が働いて、でそれで537条1項がまあそこをねそういうことができるんだよってことが明文化してるんだってことになってきますね。というわけでもう一回537条1項見ていきましょう。契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有するということになっています。で今度2項ですね、第2項ですが、前項の契約はその成立のときに第三者が現に損しない場合、または第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力は妨げられないってことで、この1項のね第三者のためにする契約は結局、まあ、当事者が契約するわけなんですよ。契約を成立させるわけなんですけど、その契約成立時にね第三者がいなくてもまあいいんですよね。特定してなくてもいいし、いなくてもまあいいんだということになってます。でこれ従来解釈論でねこうそういうふうに扱いがされてたんですけど、まあ、そこが明文化されてますね。でちなみにこの第三者がね契約の成立時に第三者が現に損しない場合の典型例としては、まあ、その第三者が胎児でありますとかね、その設立中の法人とかね、まあ、そういった場合が
そのまだね、こういない存在しないんだっていうふうに扱われてきますね。それから第三者が特定していない場合の例としては、まあ、例えば検証論文で優秀者を、ね、第三者とする、まあ、契約ですね、まあ、契約のもう当事者間で、まあ、これから実はちょっとこう優秀な論文を、ね、こう書いてくれた人に、まあ、景品をあげようと思ってるんだってことで、じゃあそれ、まあ、ものすごく高性能なじゃあ天体望遠鏡を、ね、景品にしようっていう時に、まあ、先にその当事者間で、ね、天体望遠鏡を売ってる人とその検証論文やりたいと思ってる人で先にその契約をしておくわけなんですよね。でその段階でじゃあ誰にあげるか、その送ってほしい人は、まあ、優秀賞を取った人なんだけど、その契約を当初の契約成立するときにまだその第三者がいないんですよ、まあ、そういうこともこの537条の2項によって、ね、そういう契約も成立させることが、まあ、できるんだということになってきますね。まあ、そんな感じのが537条2項です。それから、今度3項見ていきますよ。537条の3項ですけども、まあ、第1項の場合、まあ、つまりね第三者のための、まあ、契約が成立、ね、するような時ですけども、まあ、第三者の権利はその第三者が債務者に対してね、まあ、例えば天体望遠鏡を給付する人ですよ、ここでいう債務者っていうのはね、まあ、債務者に対して同行の契約の利益を享受する意思を表示したときに今発生するということになりますね。まあ、第三者はね契約の当事者じゃないのに勝手になんかそんなこう法律関係権利があるんだっていうふうに言われてもそれはそれで困るような人もいますのでね、まあ、そういう点で一応第三者のこうねこう不意打ちっていうか、まあ意思を尊重するためにね、まあ、第三者の意思を尊重するために、そのね、こう契約の利益を享受する意思、まあ、いわゆるよく受益の意思表示ね、というふうに短く言うこともありますけど、こういうね契約の利益を享受する意思、まあ、受益のね、意思表示を増した時にですね、その権利がきちんとね、この発生するということになってますね。この第三者の要は利益をね利益を享受するかどうかっていうことに関するその第三者の意思をね尊重するっていう趣旨から、まあ、一応こういう条文になっているということになります。さてでは今度、538条いきましょう。第三者の権利の確定というところですね。前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者はこれを変更しまたは消滅させることができないということになりますね。まあ、これ何のためにあるのかっていうのはなんか自分で想像皆さんが、ね、想像できるんじゃないかと思うんですけど、一回権利が発生すればねそれはやっぱり第三者がね期待、発生しますよね。その権利が発生したらちゃんと、そのね権利に関して利益を享受できるんだということを第三者が期待すると思いますので、まあ、その期待を、ねまあ、裏切ることはできないんだということになってきますね。というわけで一回第三者の権利が発生しちゃうと大元 の、ね、その契約締結した当事者は勝手にその、ね、権利変更消滅ができないということになってきます。それと同じような趣旨で2項ですね。前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には同条第1項の契約の相手方は第三者の承諾がなければね契約の解除をすることができないということになりますね。まあ、契約当事者間第三者じゃなくてね契約の当事者間の方で、まあ、債務不履行があったとしてもそれでもね勝手に解除できないんですよね。やっぱその第三者のその前一応第三者のための契約っていう形で、まあ、成立させた以上ね、まあ、第三者のその期待権っていうのも、まあ、法的にね、まあ、保護されなければいけませんので、まあ、勝手にねその当事者間で債務不履行があったからといってその契約の解除ができないと第三者の承諾がいりますよっていう形になってますね。まあ、うまくこうね、その複数の当事者間のその利益をねうまくバランス取って調整しようとするための規定が、こちらの538条の2項ということになります。さてで今度539条いきましょう。539条ですが、まあ、債務者の公弁という、ねまあ、見出しがついてますね。で中身です。債務者は537条1項の契約、まあ、先ほどの第三者のための契約でありますが、まあ、その契約に基づく公弁をもって、ね、持ってその契約の利益を受ける第三者に対抗することがまあできるんだということになります。まあ、さっきの、ね、天体望遠鏡のまあ事例で言えば、ねまあ、契約当事者間で第三者のために、ね、まあじゃあ検証論文で優秀賞を取った人に対して、まあ、その天体望遠鏡を送るっていう契約を先に、まあ、やったとします。でその時にその第三者、まあ、優秀者がまあ決まってねで第三者が受益の意思表示をすると、まあ、第三者はその天体望遠鏡を直接その給付請求することができることになるんだけど、でもまだねその大元の契約の当事者間で代金の支払いがされてないということになると、まあ、先ほど533条でね同時移行の公弁の話いたしましたけれども、まあ、まだ代金が支払われてなければ、まあ、その同時移行の公弁がまあ、あるわけですよ原則ね。でそういうのをそのね天体望遠鏡を
まあ、その給付する義務がある人は、まあ、第三者からねまだこう請求された時にまだあの大元の当事者の方がお金払ってないんですよってことをこう言って同時以降の抗弁がね、まあ、主張できるんだってことになってます。まあ、ここもうまくだからね当事者間複数の当事者間のその利益調整をねうまく公平な観点から利益調整できるようにですね、規定がされているとまあ、いうことになりますね。まあ、民法はいかにねこの当事者間のこう公平をね保つかどうかっていう、まあ、そういうね、条文あのそういう法律でありますのでね、まあ、そういう形でこういう条文が出来上がっているということになります。さて、では今度次の条文ですね、こちら契約上の地位の移転で、これもあの従来の解釈論で、まあ、今まで明文化されてなかったのが債権法の改正で明文化されたものであります。まあ、539条の2を見ていきますと、契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位、もうこれはもう本当にもう全ての契約から発生する権利義務全て一切合切ね、その地位をもう譲渡するというような合意をした場合ですね、においてその契約の相手方がその譲渡を承諾したときは契約上の地位は第三者にまあ移転するということになります。もう一切ねその契約から生ずる権利義務一切をもうその地位移転するっていうものになりますので、まあ、あのはっきり条文には書いてないんだけど当たり前なんですけど、あのその契約上の地位の移転の効果の一つとして元のそのね移転をしてしまったその当事者っていうのは契約から離脱することにもなってきますね。まあ、そういう点で先ほどの第三者のための契約とはまあ違うと、本当にその地位そのものを全部ねあの他の人にこう移転させてしまって、でその移転した人はもうその契約からもう完全に離脱してしまう、まあ、そういったものがその契約上の地位の移転ということにもなってきますね。で、まあ、従来解釈論でまあ認められていたんですけれども、まあ、明文なかったんですがそれがね明文化されたということになりますね。でちなみにこの、契約上の地位の移転に関しましてはこのまあ539条2項がある意味こう一般的なね、まあ、原則的なあの条文になるんですけれども、実は特則規定があります。まあ、要は賃貸人あの従来からねあの賃貸借の場面でね賃貸人の地位の移転があった時にこうどうなるのかっていうのをね民法であの勉強することなんですけれども、まあ、それに関するその判例法理があの明文化されておりまして、でちょっとこう要件があの違うんですよね。まあ、一応ちょっと539条の2項のもう一回要件確認しておきますとね、契約の当事者の一方がまず第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨まず合意しますね。契約の当事者の一方と第三者そこで合意するんですよ。でそのところあの、まあ、契約の地位の移転って最低3人出てくるはずなんですけどね、大元の当事者とその、ね、移転されるあの第三者が出てくるんだけど、この今の、ね、最初の合意ってまだあの契約の一方当事者出てるんですけど他方当事者が出てないんですよ。じゃ困っちゃうなと、勝手にその人を無視してあの契約上の地位の移転を、ね、あのすることできませんので、そこで、次のところですが契約の相手方がその譲渡を承諾するというのがこれが要件になってるんですよね。だけど契約当事者の一方と第三者との合意プラス、まあ契約ねまた一人残ってますから、そのもう一人の契約ですね、他方当事者要は契約の相手方、それのまあ承諾ですね、まあ、これによってこの要件を満たすとその法的効果としてはその契約上の地位がね第三者に移転するっていう法的効果があの導かれることになります。でちょっと覚えておいてほしいのはその移転っていう効果をね、契約上の地位の移転っていう法的効果をまあ導くための要件としては契約の当事者の一方と第三者の合意プラスその契約の相手方の承諾だっていうのを覚えておいてください。でそうするとねこの特則規定を見たときに、あここが違うんだなっていうのがね意識的に分かると思いますね。でそこでちょっと605条の2と605条の3を見ていきましょう。賃貸人の地位の移転の条文ですね、まあ、ちょっとね飛んでますけども頑張って6法をめくってってください。で大丈夫ですかね、605条の2項を見ていきましょうか。まあ、不動産の賃貸人たる地位の移転ってね見出しがついてますけども、まあ、1項だけちょっとご紹介しましょう。605条の2前条、あこれはね前条も一応確認しておきましょうか。あの605条でね不動産の賃貸借についてはあのこのね登記が第三者に対する対抗要件になるよと。まあ、普通あの債権ってねあのまあ、普通は不動産であればその登記がね対抗、不動産の物件変動であれば登記がまあ対抗要件になってね、で賃貸借っていうのはまああの債権でありますのでね、まあ、別にあのこう物件の変動では本来ないはずなんだけど、実際には不動産の賃貸借っていうのはね、まあ、ある意味こう非常に大事なまあ権利でありますのでね、ある意味物件と同じような感じで保護してあげようってことで、そこで一応民法の条文ではね登記をあの対抗要件にね、まあ、してる、まあ、珍しい
その権利でありますね、債権なんだけど、まあ、登記が、まあ、あたかもね物件と同じような感じで、まあ、その対抗要件に、まあ、として認められていると。と同時にその借地借家法でね特別法があって、要はこのね、借地人とか借家人の保護のためにね、まあ、その借地権や借家権の対抗要件のこう、ね、幅を、まあ、登記っていうのはなかなかこう費用もかかるし、いろいろ手続きが煩雑なんでね、まあ、もっと簡単に、その対抗要件の具備を認めるための借地借家法というのがありますね。でそういうのを前提にね605条の2をもう一回見てもらえると、前条それから借地借家法のね10条これは借地権のね対抗要件で、この31条っていうのは借家権のね、まあ皆さんのでもしアパートとかなんかそういう建物だけ借りるとね、この31条で引き渡しさえ受ければもうそれで対抗要件を備えた第三者に対してもその自分のね、借家権対抗できるようなことになるんですけどね、まあそういう31条それからその他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合、まあ簡単に言えばとにかくね不動産賃借権に関して、まあ、対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、これ要件です。不動産ね、要は、その賃貸借に関して対抗要件がまず具備されているということ、そしてさらにその不動産が譲渡されるだけでいいんですよ。その不動産が譲渡されたときは、でその法的効果として不動産の賃貸人たる地位はその譲り受けに、ね、移転するってことになってるから、さっき の, ね、契約上の地位の移転の要件と随分違いませんか、ね、法的効果はその地位の移転ということで、まあ同じなんですけども、契約上の地位の移転ね、賃貸人の地位の移転も契約上の地位の移転の、まあ、一つですから、まあ、法的効果はまあ同じなんだけど、条文がこう要件ね随分簡単になってるんですよね。というわけで、このね不動産賃貸借に関してはまずこのね賃貸借に対抗要件が具備されているということプラス、もうそれその条件さえ満たしていれば、あとは普通に不動産が譲渡されればね、要は大元のまあ賃貸人がまあその不動産の所有者だとして、でその所有者がね賃貸人であるかつその不動産の所有者がその賃貸目的物を誰か別の人にね第三者にまあ売った場合、その賃貸人の地位がまあ当然にまあ移転するんだということになってますね。これは従来の判例法理が明文化されたものになってます、まあ、建物を借りてる人からしたらね、まあ、別にこう誰が賃貸人なのかどうかっていうのはあまりこう関係ないものさえ貸してくれればまあいいんだっていうところで、まあ、むしろねこの承諾なくしてね地位の移転が当然生ずる方が、まあ、賃貸人のこう保護にもなるんでね、まあ、そういう点で、この対抗要件備えてる賃貸借に関してはね、その譲渡が不動産のねその譲渡が賃貸目的物の譲渡があれば当然に賃貸の地位の移転がまあされるっていう、その判例法理がまあこういう形で明文化されてます。あとですね、まあ、今その不動産のこのね対抗要件、不動産賃借権に関して対抗要件がまあ備えられていることがまあ前提になってましたけど、じゃあその対抗要件が備えられていない不動産賃借権の場合はじゃあどうなるのか、そのね賃貸目的物の譲渡があった時にまあどうなるのかって話なんですよ。でそういう時に、まあ基本的にその対抗要件具備してなければね新しい所有者に対抗できないわけなんですけれども、でもまあ新しい所有者がその賃貸借受け入れてね、まあその貸してれば貸してるで家賃が入るからそれでいいやというような形で受け入れるような場面もあると思うんですよね。なのでそういう時に、まあ、当然にじゃあやっぱりこうねわざわざ賃借人の承諾なくしてやっぱりその先ほどの605条の2と同じような感じで当然に地位の移転認めた方がね、まあ、賃借人の保護にもなるしそれでもいいんじゃないかっていう発想になっていくんですよ。でそういったものがこう605条の3の方になってきますね、まあ、これも従来の判例法理が明文化されているものなんですけどね、まあ、これはだからこう605条の2とのまあ対比で、まあ、不動産賃借権にね対抗要件が具備されてないことを前提に適用していくと、まあ、うまくねこの605条の2とこの605条の3が整理できるわけなんですけども、まあ、そこで605条の3を見ていきましょう。不動産の譲り渡し人が賃貸人であるときはその賃貸人たる地位は賃借人の承諾をほら要しないでね、だこれがこの点でやっぱさっきの第三者のね契約の後のところでね普通にその契約上の地位の移転の条文がありましたけど、あっちは承諾がいるんですけど、こっちは承諾なしにね、譲り渡し人と譲り受け人との、まあ、合意だけでね、譲り受け人にその地位の移転が、まあ、できちゃうんだということになってきますね。というわけで、まあ、これも従来のね判例法理が明文化されていることになります。まあ慣れてない人はね605条の2も605条の3も、まあ、賃貸人の地位の移転の、まあ、条文だから、その交通整理ねどういう時にじゃあどっちが使われるのかっていうのが分かりづらいかとは思うんだけどね、まあ、それはその
不動産賃借権に対抗要件が具備されているかいないかで、まあ、これ決まってくると、まあ、具備がされてればね605条の2が、適用される場面になるし、その不動産賃借権に対抗要件が具備されてない事例であればね、それは605条のこの3の方がね適用される場面になってくるんだということになりますね。であとはその条文にある、まあ、要件を満たせばその賃貸人の地位の、まあ、移転が生ずるという感じになってます。まあ、いずれも従来のね判例法理が明文化されているところでありますね。さてじゃあちょっと、戻ってまた条文ね戻していきます。500今度ね、40条解除契約解除の条文に行きましょう。540条に戻ってください。で、540条の中身ですけども、契約またまず1項ですね。540条ね解除権の行使って見出しがついているところです。あでちなみにね、まあ、第4巻見出しでね、あの540条の手前のところに第4巻で契約の解除っていう見出しがあると思うんですが、まあ、ちょっと明文に残ってないからね先にちょっと言っていくと、従来債務者の既成っていうのが契約解除の要件になるというふうにされてたんですけれども、まあ、改正法ではねその債務者の既成規制というのが契約解除の債務履行解除の要件になってませんので、まあ、そこはちょっと押さえておいてほしいなというふうに思うんですよね。債務者の既成規制がそのね契約解除の要件から外されているということになりますね。まあ、従来はなんかこう既成規制を要求していた時の考え方っていうのは、まあ、要は債務不履行っていうのは債務不履行解除っていうのはある意味この債務不履行をした債務者に対するサンクション、まあ、要は制裁なんだっていうね、趣旨から、まあ、その制裁が値するにはやはりこう債務者に既成自由がいるだろうっていうふうに今考えてたんだけども、今はその契約のその債務不履行に対する、まあそのね、制裁っていうよりはその債務不履行の状態にもなってしまった時にもう早くねその債権者を契約から解放してあげるっていうね、そちらの方に今重きが置かれるようになってね、であればむしろその債務者の既成規制要求すると解除しづらくなっちゃうんですよ債権者の方がね。なんでまあそういう形で、まあ、債権者を早くね債務履行状態になっちゃった時に早く債務から解放してあげた方がいいんだっていうそちらの方の価値判断が優先されて、でそれで今ねその債務履行解除には債務者の既成規制が不要だということになってますね。でわざわざそれは条文には書いてないんですね。まあ当たり前のこととしてね既成規制はいらないよってわざわざ明文で書いてくれてませんので、まあ、当たり前のこととしてねそれをこう、ね、考えていきます。さてじゃあちょっと条文見ていきましょう。540条の、ね、まず1項ですが、契約は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときはその解除は相手方に対する一生時によってするということになりますね。だけど、まあ、解除はまずねこの一生時によってする、まあ、一方的な一生時でいいんでね、よくそういうの形成権って言いますけどね、一方的な一生時、要は契約と違って意思の合致、一生時の合致はいらないんですよね。一方的な一生時によって契約の解除によるね、まあ、その契約の訴求的な、まあ、要は無効っていうね、そういう法的効果を形成するということで、よく形成権というふうに言われますけどね、一方的な一生時で法律効果、一定の法律効果をこう形成すると、契約解除の効果としてね、そのいろいろこうね契約の訴求的な消滅とかそういうのを形成するということで形成権と言われてますけど、まあ、一方的な一生時でやるということになりますね。あとはその法的安定解除のね法的安定要求っていう観点から、そのまあ2項でねその解除の一生時っていうのは撤回ができないと、まあ、いうことになってます。さてでその後ね、契約解除の、ね、具体的な条文なんですけれども、まあ、従来はですね法改正前って結構契約解除の条文って至る所にあってね、債務履行のところにもあれば、なんか昔でいうその担保責任のところにもあったりとかしてね、結構いろいろ解除の条文がたくさんあったんですけど、改正民法そこのところがすごく楽になって、まあ、簡単に言えばね、大きく言えば541条の催告解除か、この542条の催告によらない解除、まあ、言い方変えれば無催告解除、この2つに大きく整理されたんですよ。で、だ結局今までのね従来のところ、従来のまあ法律だったらね、民法だったらいろんなところにまあ条文があったんだけど、この2つだけに基本的にはなったんで随分楽になりましたね。なので、まあ、学習対象としてはこの条文の意味をちゃんと理解しておくと、どういうその要件のもとにその契約解除ができるのか、541条542条それぞれね、どういう要件のもとに契約解除ができるのかどうかってことをちゃんと整理してね、押さえておくのが、まあ、受験生、受験対策ということになってきますね。じゃちょっと見ていきましょう。541条まず催告による解除ですね、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、まあ要はね債務履行になってます。で、そういうね債務履行になっている場合に、相手方が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはね、相手方は契約の解除をすることができると。これが541条の本文
ということになってますね。で、ただし書きの方はね、これ従来の判例法理がその従来の判例法理の趣旨を明文化したものだっていうふうに言われてるんですけど、契約っていうのはもともと拘束力っていうのがまああるんでね、まあその債務履行がわずかに、その契約全体から見たときにそのわずかなものに過ぎずね、でしかもその契約全体の目的に別に達成するのに何の影響もない程度の債務履行があるに過ぎないような時にですね、それで契約全体を解除するっていうのはちょっとやりすぎなんじゃないかっていうね、そういう観点からまあいろいろ判例法理でその契約解除に関しては制限がされてたんですけど、それが明文化されたのがこの正し書きということになってきますね。でちょっと見ていきますと、ただし、その期間を経過した時におけるね、債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときはこの限りではないんだということになります。例えば100万円の代金支払い債務で、例えばそのじゃあ10円足らなかった、でそれがね、まあ、1週間ぐらい遅れて、まあ、10円足らないっていう状態が例えば催告したのにまだ10日ぐらいこう、ね、放置されてるとかってなっても、それは もしかしたらこの軽微な債務履行に過ぎない、契約全体から見た時にね、まあ、軽微に過ぎないんだってことで、まあ、解除しづらい方向にもなってくる可能性高いと思いますね。まあ、いずれにしろこの契約の拘束力というのがね、まあ、すごくまあ大事でね、まあ、そのわずかにその債務履行がありに過ぎないような、まあ、時ね、契約全体に影響を与えないような時にまでね、その解除を認めるべきではないんだっていう、そういう価値判断がこの正し書きの方でまあ明文化されているというイメージですね。というわけでこれが催告解除ということになります。で今度はね、無催告解除ですね。でこれが542条なんですけども、どういう時に無催告解除ができるのかどうかっていうのを、まあ要はまあ例示してくれてるんですよね。でこれは従来のその判例法理が結局こう明文化されたものだというふうに言われてますね。どういう時にその無罪告解除できるのかどうかっていうのをいろいろこうね、明文化してくれております。じゃあ皆さんにちょっと問題ですけれども、これどういう観点から明文化されてると思います？でそれが分かってるとね、まあ条文丸暗記してなくても、だいたい事例見た時にね、あこの事例って無罪告解除の趣旨が妥当するから、これ多分542条のどっかに当たるんだろうなとかね、そういう形でちょっとこう想像できるようになってくるんですよね。でその想像さえできればね、試験本番の時に論文試験であればですけどね、六法を引いて、この事案にぴったり当てはまるそのね、号を条項を見つけてあげればまあいいわけなんですけどね。ちなみにどういう観点ですかっていうとね、催告解除との対比なんですよ。催告してまだこう契約の目的が達成できるような時はね、それいきなり無催告解除っていうのはまずいんで、基本的に541条の要件満たさない限りね、解除できないんだけど、催告してももう意味がないような時にね、催告させてもしょうがないじゃないですか。だから結局債務不履行があった時に催告しても意味がない場合、その時にその無催告解除ができるんだっていう、そういう観点からね、その無催告解除ができる場合を明文化してくれてるんですよね。じゃあちょっと順番に見ていきましょう。まずね、542条の1項の1号はまず542条の柱書きからですね。1項の柱書きですが、542条1項柱書き、次に、掲げる場合には債権者は前条の催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができるということですね。じゃあどういう時にできるのかというと、1号、債務の全部の履行が不能である時ね、確かにね、全部がもう履行不能になっちゃったら、もう催告してもね、もう契約の目的達成できないのは明らかですからね、催告しても意味がない状態になってますから無催告解除ができると。そして2号ですけれども、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、この時もね、もう催告してもね、意味がもうない状況になっちゃってるんですよね。なんでこういう時もその無催告解除で契約全体をね、解除することができるということになってますね。じゃあ今度3号ですが、こちらはね、債務の一部の履行が不能で、この一部の履行が不能っていうのはどういうことかっていうとね、ちょっとメモしといたんですけども、契約が過分的なものであることを前提とする文言であります。このね、債務の一部の履行が不能っていうのはね、契約が過分的なものであることを前提とする文言であります。過分前提ぐらいな感じでね、簡単にメモしておけばいいんじゃないかと思うんですけどね、過分前提ぐらいな感じでね、皆さんお使いの六法ね、多分字がちっちゃいと思うんで、なかなか書き込みしづらいと思うんでね、何かの機会があった時にこう各自のなんか民法のテキスト皆さん使ってると思うんですけど、そちらの方にメモはね、整理してた方がいいかもしれませんね。六法の方だったら書くところが少なかったら、過分前提みたいなね、ちょっと短めに書いておいてもらえればと思います。さて、でそれで 3号もう一回ちょっと見ますと、債務の一部の履行が不能である場合、または、ね、債務者がその債務の一部の履行
を拒絶する意思を明確に表示した場合で、この、まあ、一部不能とか一部拒絶の場合だったら、まあ、別に一部だけ契約というのは拘束力があるからね、あの不必要にあの、まあ、解除するべきではないです。解除を認めるべきではないんですよ、不必要にね。だから一部の不能とか一部の履行拒絶だったら、その一部のだけを一部のところだけ解除すれば、まあ、本来いいはずなんだけど、だけどね、この続きです。そういった一部不能やその一部拒絶の時にですね、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができない時、こういう時はもうしょうがないんですよね。もう契約の拘束力維持できませんので、まあ、契約全体を解除せざるを得ない状況になっちゃってると思うんだね。なのでこういう時に契約全部を、その債務履行解除できるんだっていうのがこの3号の規定ですね。1項の3号のまあ規定だということになります。さてじゃあ今度4号いきましょう。これ4号はですね、従来の法改正前の民法 の定期行為の履行事態の解除なんですよね。まあ、債務の性質とか当事者の意思表示から、まあ、一定の期日に債務をまあ履行しないともう契約の意味がないっていうね、債務の意味がもうないんだっていうようなあの時にね、その一定の期日を過ぎてしまったような時に、まあ、その無債告で解除できると、ね、一定の期日に、まあ、簡単に言えば一定の期日に履行しなければ意味がないような債務であればもうその期日にね、履行できなければもうその契約した意味がないんですよね。なのでそういった場合再告してももうしょうがないから、その期日を過ぎてしまった以上ね、再告してもまあしょうがないから、まあ、無債告で解除できるんだっていうね、まあ、従来 の定期行為の履行事態の解除の条文がこの4号って形でここにね現れてるということになります。じゃあ4号見ていきましょう。契約の性質または当事者の意思表示によりね、例えば契約の性質だったらどうでしょうかね。例えばクリスマスツリーのね売買とかであれば、まあ、クリスマスが過ぎた後にね履行地帯になっちゃって、クリスマス過ぎた後にあの納めてもまあしょうがないからね、クリスマスの例えば1ヶ月ぐらい前にこう、そのね履行期限決まってたのに、そのクリスマス過ぎてしまったりとか、あのいろいろね発送の準備とか、そういうのを含めてその履行期を決めてると思うのでね、まあ、そういうようなものに関してはこの契約の性質上履行期が決まってくる可能性が高いですよね。あとはまあ当事者の意思表示ね、特にこう、まあ、例えば今度何月何日にあるビンゴ大会の景品として使いたいから、これを 何日までにあのこう納めてくれとかね、まあ、そういった場合は契約 その当事者の意思表示によってね、その定期行為ということなんですけどね、まあ、そういった時にその定められた期日を過ぎてしまった場合はもう無債告で、もう債告しても意味がないから、まあ、無債告で解除できるんだということになってきます。では4号見ていきますと、契約の性質または当事者の意思表示により特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合においてね、債務者が履行しないでその時期を経過した時もね、この時も契約全体をね、その無債告解除できちゃいますよということになってます。さてで今度5号ですね。1項の5号ですが、全各号に掲げる場合のほか、これ非常に広い条文なんですよ。まあ、簡単に言えばあのいちいちね、あの再告しても意味がないときに無再告解除できるわけなんだけど、それをあの限定列挙しようとしたら、まあ、要は想像もできないような事例に対応できないですよね。なので、まあ、そういう、まあ、そのちょっとこう、ね、明文でこう列挙、してもどうしてもいろんなこの漏れが出てきてしまうので、そういうところに対処するためにちょっと広くね、あの無再告解除を認める旨の条文があの5号って形でまあできてますね。まあ、もちろんあの趣旨はね、再告しても意味がないんだっていうそういう事例に適用されることがまあ前提でありますので、まあ、結局、その1号から4号までのどれにも当たらない、でもなんか再告しても意味がないような時にですね、再告しても全くその契約の意味がないような時にこの5号を根拠にですね、無債告解除がまあできるんだっていう、そういうイメージでね、あの持ってもらえればと思いますね。じゃあ5号をちょっと見ていきましょう。まあ、非常に広い条文なんでね、つかみどころがないかもしれませんけど、まあ、それはしょうがないんですよ。これもともと広い条文ですからね。というわけで見ていくと、全各号に掲げる場合のほかね、債務者がその債務の履行せずに、債権者が前条の再告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるときですね。まあ、非常に広い条文です。でこれね、例を挙げたらだからもうキリがないんですよ。結局、1号から4号までのどれにも当たらないんだけど再告しても意味がないような場合は全部ここに入るんでね。で例えば一例を挙げればね、ちょっとメモしといたんですけど、例えば不完全履行、まあ、いや新しい新民法だと契約不適合ってよくあの、言うこともありますけどね、まあ、従来の改正前の民法の時によく不完全履行だなんて言ってたようなものですね。例えばなんかこうね、あの食料品をこう提供したらそれが実は賞味期限がね、あの切れていたとか、まあ、そういう形でちょっとこう契約不適合、まあ、ちゃんと賞味期限切れてないあの食品をね引き渡すっていうことが契約の内容になっていたとしたら、まあ、ちょっと賞味期限切れてるものを渡しちゃいましたよという場合ね、まあ、不完全履行、要は契約の不適合
なんですけれども、でかつ、まあ、追加が不能で、まあ、追加が可能だったらね、まあ、追加再告、一応再告解除の方の541条の方が適用されると思うんですけど、まあ、追加が不能でね、無再告解除になるためにはやっぱり追加が不能で、でしかも、その不能でかつね、契約の目的達成が不可能な場合ですね、追加不能でもその不能が軽微に過ぎず契約全体の達成に支障がないような時ね、まあ、賞味期限が切れてるというのはなかなかね支障が出ちゃうとは思うんだけど、まあ、何かこうちょっとした、その品質がね若干欠いてるとか、まあ、そういう時にね、もしかしたらその契約の目的がまだね達成追加不能なんだけど、そこのほんのわずかちょっとこう欠けてるところはあるんだけど、一応契約全体の趣旨を考えた時に目的が達成できるっていう時も一応ありえなくはないんですよね、まあ、そういう時は、ここのところ契約全部解除っていうかわけにはいかないんですけども、まあ、不完全履行でかつね、この追加もまあ不能でしかもその不能であるがゆえにね契約の目的が達成できないよというようなところになってくると、まあ、この5号でね、まあ、その契約再告しても意味がないっていう、まあ、意味で、この5号で拾ってあげることができると思うので、まあ、5号で契約解除するということになってきますね。というわけで、まあ、この無理してこの具体例を覚えなくてもいいんですけど、結局ね再告しても意味がないものがこのね一応こう列挙されていると、で一応はっきり列挙、そのどういう時にその無再告解除になるのかっていうのはこの1項の1号から4号まではわりかしこうはっきり要件が書いてあるんだけども、まあ、どうしてもそこの1項から4号までね捉えきれない事例っていうのが出てくるからね、まあ、そこで、そういう事例をうまく対処するためにこの5号があるんだっていうところはね、そこだけちゃんとしっかりと、まあ、理解をねしておいてもらって、であとはもう事例見てね、担当試験でもまあ論文試験でもまあ事例見て、あこれは1号から4号までどれにも当たんないけども、まあ、契約の目的も達成できないよなってなったら、それは5号で無再告解除ができるんだっていう理解を、ね、してもらえればまあいいかなっていうふうに思いますね。さてで今度はですね、2項の方なんですけども、542条の2項、これはね無再告での契約の一部解除が認められる場合であります。で見ていくと2項ですが、次に掲げる場合には債権者は前条の再告をすることなくね、直ちに、契約の一部の解除をすることができると。でこれね、まず1号を見てください。2項1号、債務の一部の履行が不能であるとき、でこういうときね結局このね、先ほどの3号との比較ですね、1項の3号との比較、3号ちょっと1項の3号をもう一回見てもらいたいんですけど、債務の一部の履行が不能である場合ね、ちょっとここだけ着目していきましょう。債務の一部の履行が不能である場合ね、でちょっと履行拒絶のところはちょっと置いといて、債務の一部の履行が不能である場合において、で残存する部分ではもう契約目的達成できないとき、このとき全部解除できるんですよ、3号で、1項3号でね。だけど逆に言えば残存する部分だけで契約の目的達成できるときは3号で全部解除できないですよね。じゃあどうすんのって言ったときに2項の1号に行くんですよ、はい、このときね一部の履行不能のときはその一部その不能部分だけ解除できるんだって形で、うまくね3号、この1項の3号と2項の1号で交通整理されてるんですよね。でそういう点でまたもう一回ね1項 の3号を見てもらいたいんですけど、一部履行不能以外にもこのほら一部の履行拒絶ですね、1項の3号ね、その債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合でもね、残存部分で契約目的達成できないときは全部解除できるって書いてありますよね。でもこれ逆に言えば、このね、一部の履行拒絶の意思表示明確に表示しているときでも、まあ残ったところで、契約全体の目的が達成できちゃうってときは、この3号を根拠に1項の3号を根拠に全部解除できないんですよ。じゃあどうすんのって言ったら2項の2号でその拒絶している部分のところだけを一部解除するということになってますね。というわけでね、条文こう慣れてくると、まあ、うまくこうつながりがまあ見えてくると思うんですけどね、そうなってくると、まあ、漫画民法が得意になった気になると思いますね、まあ、逆に言うとそのつながりが見えてないうちはなんか民法心配だなっていうふうに多分こう心理的に思うと思うんだけどね、まあ、それはぜひこう心配じゃなくなるようにですね、まあ条文をしっかりね理解できるまで読んでいただければというふうに思いますね。というわけで、まあ、契約解除の条文楽になりましたよ、まあ、結論からしたら楽になりましたからね、9法よりもね解除の条文基本的にはこの541と542、再告解除の541かこの無再告解除の542で、無再告解除に関しては1項の方で契約の無再告全部の解除ね、で2項の方でその無再告での契約の一部の解除って形 でそれぞれその理由、それなりの理由があってちゃんとねこう条文が整理されてるっていうところですね、まあ、そこが理解できてると、まあ、だいぶ安心なのかなっていうふうに思いますね。
さてで今度ですね、543条を見ていきましょう。これはね債務不履行に関して債権者にね既得事由があるときなんですよ。先ほど言った通り債務者に既得事由があることは契約解除に一切影響されなくなりましたが、さすがにね債務不履行に関して債権者に既得事由があるときにねその債権者に解除を認めるっていうのは非常にバランス悪いですよね。公平ではありませんよね。なのでそこの公平をね保つために、その債務の不履行に関して債権者に既得事由があるときはさすがにその債権者はね契約解除できないよという、ある意味当たり前のね価値判断を明文化しているものになってます。では見ていきましょう。543条ですが、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは債権者は前2条の規定による契約の解除をすることができないってことになってますね。さてで今度ね545条を見ていきましょう。ちょっと飛びまして545条、解除の効果ですね。で1項ですけども、当事者の一方がその解除権を行使したときは各当事者はその相手方を現状に付させる義務を負うと、これいわゆる現状回復義務っていうふうに言われているものですね。まあ、契約解除の基本的な効果であります。まあ、お互い何かね、契約によって渡したものがあるんであればそれをまあ戻し合いましょうと、渡し合ったものがあるんであればね、戻し合いましょう、一方しか渡してなければそれをね、返しましょうという形で、現状にとにかく戻すという義務が生ずるということになります。ただね、このただし第三者の権利を害することはできないということになってますね。ここはね、ちょっとこう条文だけっていうよりも皆さん普段民法の勉強をね、テキストかなんか何らかのテキストで勉強してると思うんですけど、この545条1項の、要は契約解除と第三者って有名な論点がありますので、そこは本読んでね、各自ちゃんと基本的な論点のところは確認しておいてくださいね。ちなみにここで言う第三者っていうのは解除前にね、その利害関係に入った第三者っていうのに言われてますよね。解除後の第三者はここで言うね第三者には含まれず、判例の立場によると結局このね対抗関係で決めるということね。よくこう復帰的な物件変動、契約解除によってこう物件がね新たにこうまた戻ったみたいな感じで復帰的な物件変動なんていうふうに言われることがありますけれども、そのね対抗関係で決めると。で解除前の第三者に関しては、純粋にはね、その解除後と違ってそのなんか物件が復帰するわけではないから復帰的な物件変動にはならないはずなんだけど、だけど、判例はね結論として解除前の第三者にもその第三者が保護されるためにはね、その解除権者との関係で第三者が保護されるためには、対抗要件、不動産だったら対抗要件としての登記、動産だったらね対抗要件としての、178条の引き渡しがねいるんだっていう立場に立ってますね。そういうのもちょっと担当知識でね押さえておいていただければというふうに思います。学説はまたちょっと若干ね解除前の第三者に関する考え方で判例と違うところがあるところはありますけどね、とりあえず担当対策としてであれば、判例の立場を抑えていくと。でもし余裕があればね、解除前の第三者はやっぱりこの物件が復帰してるわけじゃないから対抗関係で決めるのはおかしいよと。ただ何の奇跡でもないその契約解除権者との関係で第三者が保護されるためには、権利保護要件としての登記あるいは動産だったら引き渡しがいるんだとかね、学説の方はいろいろ理論を工夫してますけどね、いずれにしろ結論とからしたら結局、この解除と第三者に関しては解除前でも解除後でも、いずれにしろ不動産だったら登記がいるし、不動産だったら引き渡しがいるという結論も一緒なんですよね。でも特にその解除前の第三者に関してはね、登記や引き渡しがないと保護はされないんだけど、それを対抗要件としての登記引き渡しというのか、それは判例の立場で、学説はその権利保護要件としての登記引き渡しというのかっていうね、違いがありますけれどもね、それはぜひ各自自分で民法の本でね、とても大事な論点なんで、通常は普通誰でもどんな本にも載ってるはずだからね、そこは確認をしておいていただければというふうに思いますね。さてじゃあ今度続きです。で今度545条の2項ですね。前項本文、いや現状回復義務が、生じた場合ですけれども、前項本文の場合において、金銭を返還、するときは契約を根拠に何かお金を受け取っていましたと。で今回契約解除で、現状に戻さないといけないということでお金返すことになったときの話になります。で金銭を返還するときはでほら受領のときから利息を付さなければいけないということになりますね。でそれとのバランスを取るために3項です。2項と3項はセットで押さえておくといいと思うんですけど、第1項本文の場合ね、つまり契約解除で原状回復義務が
生じた場合でありますが、金銭については2項で定めがあるんですけど、金銭以外の物についてはね、これね2項あ3項で金銭以外の物を返還するときはその受領の時以後に生じた果実も返還ってことで、まあ、使用利益ね、物に関しては使用利益も返さないといけないよと、まあ、金銭に関しては2項でねその利息を返さないといけないってことで、まあ、ここでうまく2項と3項お互いのその各当事者がね、一方的に損しないような形でうまく、バランスが取れるようにですね、その原状回復義務の範囲をまあ明文化しているという感じになってますね。それから4項ですね、解除権の行使はね損害賠償の請求を妨げないんだということになります。まあ、契約解除の効果としてまあ、契約が訴求的に無効になるんだっていうね、まあ、一般的なまあ見解を取った場合、契約がまあ訴求的に無効になるってことはある意味ねまあ、理屈をなんていうかな、まあ、へ理屈を言えば債務不履行がないんだと、ね、契約が最初からもうなかったことになるから、契約を前提とした債務不履行がないから、だから債務不履行もないから損害賠償義務も負わないんだとかっていうそういうへ理屈を、まあ、言ってくる人がまあいるんでね、まあ、そういうことを言えないように、まあ、注意的に、こちら、損害賠償請求は妨げないんだっていうね規定を、まあ設けているということにもなってきてますね。まあ、というわけで、まあ、こちらね契約確かに訴求的に無効になるんだという見解だったとしても、まあ、4項がありますのでね、損害賠償、まあ、要は債務履行との関係では契約がなかったことにはならないんだということになりますね。まあ、原状回復義務とかそういうこととの関係ではね契約がなかったことになってお互い元にこう現状戻し合うんですけどね、損害賠償の場面に関しては、まあ、そういうそのね4項がありますので損害賠償請求はできると、債務履行の要件ね415条1項の要件を満たせば、その損害賠償請求ができるんだということになってますね。あとですね、次の546条ですけれども、これは533条の規定はって書いてあるけど、これさっきの同時履行の公弁の条文なんですよ。533条ね。でそういった同時履行のねこの533条の規定は前条の場合について、まあ、順用するということにもなってますね。まあ、原状回復義務をお互いに追い合うときにそれは公平の観点から、まあ、同時履行なんですよっていうことをね言ってるのが今のね546条ということになりますね。さてで今度ですね、まあ、大体契約総論の部分は554条のところでまあ終わりなんだけど、大体こう、まあ、この短い時間の中でね大事な条文だけご説明しようとしたら大体この辺のところでまあ終わりなんですけども、ちょっとね少し細かいっていうか今までお話しした条文と比較すると重要度が下がるんですけど、提携約款っていうねちょっと改正民法で新しいこう項目ができましたので、これのね548条の2だけちょっと簡単に説明をしようかなと思いますね。まあこれ新しい条文でね、ですのでちょっとご紹介しましょう。まあ提携約款の合意548条の2をちょっとご覧ください。でまあまずね提携取引っていうふうに書いてあります。まあ分かりやすい例で言えばインターネットのプロバイダー契約とかね、まあ、そういうまあ提携取引で、提携取引の定義書いてあるんですよ、括弧書きの中です。ある特定のものが不特定多数のものを相手方として行う取引であってってことで、まあ、提携取引にあたるための要件、まずね、ある特定のものが特にこの不特定多数のものを相手方として行う取引、まあ、最初慣れないうち分かりづらいと思うから、まあ、インターネットのプロバイダー契約とかそういうのちょっと想像してねもらえればと思うんですけど、まあ、業者さんって不特定多数の人に対してこうねこう契約募ってますよね、契約の相手方になってもらえるようにこう募ってますよね。でしかもなんか一定のこう同じような契約をこう要求してくるじゃないですか。別にこうね山田さんはじゃああなたは月3,000円、インターネットのその接続料3,000円、まあ斉藤さんはちょっと少しね、こう背がまあ高いからいろいろこうね、世の中こう生きていく過程で、利益を得てるだろうからちょっとそこ加味してちょっと余分にじゃあ4,000円とかね、そういうことやんないですよね。まあ、そんな感じで、この、提携取引の括弧書きの中、ある特定のものが不特定多数のものを、ね、相手方として行う取引であって、ですね、でこれは当事者要件、まあ、いちいち覚えなくてもいいですけど当事者要件とも言われて、要は、ね、相手方の個性を重視しないという趣旨なんですよ。ここのところね、不特定多数のものを相手方って書いてあるところの趣旨は、まあ、要は当事者提携取引にあたるための当事者要件で、相手方の個性を重視しないという趣旨です。でその後ですけども、そういった取引であってその内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものですね。これは画一性合理性の要件ともまあ言われるんですけど、これは契約の内容面での、ねまあ、要件
ですね、やっぱりインターネットのプロバイダー不特定多数の、まあ、たくさんの、まあ、人を、ね、あの相手にするような、まあ、取引なんで、やっぱ確一性、とあと、まあ確一だってもね、内容が不合理であったら まずいわけなんですよね。なんでそういう意味で確一性と合理性、というのがその提携取引に当たるための、まあ、要件に今なっているということになります。で、そういったものをですね、でそういった提携取引を、この後続きですが、を行うことの合意で、それを、事情において提携取引合意という、まあ、とにかくこういった提携取引を行うことの合意を、ね、のことを提携取引合意っていうのを言うんですけど、そういう提携取引合意をしたもの、つまり皆さんがなんかインターネットの接続業者と契約しようと思った時にね、まあ、なんか提携約款みたいなこう多分こう見せられると思うんだけどね、提携約款っていうのも、まあ、あるいはインターネット上見るかもしれないんだけども、まあ、そういう取引をしようというふうにですね、合意を、まあ、したときですね、提携取引の、まあ、合意をしたものは、でさらにね、次に掲げる場合にはですね、提携約款で括弧、提携取引において契約の内容とすることを目的として、その特定のものにより準備された条項の相対ね、まあ、インターネットのプロバイダー契約じゃなんか結ぼうと思ったときにね、大体こういう約款があるはずなんですけど、まあ、そういったものだと思ってください。いちいち個別 その、ね、お客さん一人一人とそのじゃあ接続料月いくらとかそういう交渉しないんですよ。もう最初からその約款で契約内容を提示しちゃうんですけど、まあ、そういったものになってきます。というわけで、もう一回ね、提携約款括弧提携取引において契約の内容とすることを目的として、その特定のものにより準備された条項の相対のことを言うんですが、の、個別の条項についても合意したものとみなすということで、このみなし規定があるのね。これ簡単に言えば契約、そのいろいろね、その約款に契約の内容が例えばじゃあ月いくらだとかね、いろいろあと契約の解除事由とかがまあ書いてあるわけですよ、事細かにね。だけどその内容を仮に知らなかったとしても合意したものとみなされてしまうんですよね。普通は契約っていうのはあのさっきね最初の方にやった通り、契約の申し込みと一緒時の合致で、お互いがちゃんと契約の内容を具体的に分かってないとね、その一緒時の合致っていうのはやっぱ契約の内容をちゃんとお互い分かり合っていることがあの前提なんですけれども、この提携約款による契約の成立っていうのは、まあ、この条文の要件さえ満たしていれば、実は相手方がその内容をよく分かってなくてもですね、結局契約の成立を、まあ、要は便宜上ね、認めていく必要性があるので、このね要件満たしていれば、まあ、そのね契約の成立が認められるんだっていう、そういうまあ条文なんですよね。だそういう意味であの契約のやっぱ総論のところにこう位置づけられてるんですけどね、契約の成立要件である意味督促みたいな感じだと思うんですけども、まあ、本来ね申し込みと承諾の一緒時の合致で契約っていうのは成立して、で当たり前なんだけど、それってのはお互い契約の内容がね分かり合ってるのが当然前提なんだけども、場合によってはこのね、約款で、契約成立させるような時は、まあ、よくこう条項を見てなくてもですね、この条文に書いてある要件を満たしてしまえばですね、その合意ですね、申し込みと一緒時の合致があったものともう見なされてしまうんですよね、ここのところね。まあ、実際のやっぱ世の中 あのそのね、こういう取引を認めるまあ必要性、すると、まあ、あのそのじゃあそのよく条項を分からずにこう契約をしてしまった人、当然不利益受けることになるんだけど、その不利益に対する配慮も実はこの条文があのこう規定をあのしてます。一定の場合ね、あまりにもこう酷な、その相手方に対して酷なあの取引内容になっているような時は、そこの効力を認めないような形になっているんで、まあ、うまくねそこのところであのバランスをまあ取ってますね。まあ、そんな感じの条文がこの548条の2ということになってきます。じゃあもう一回ちょっとね、548条の2の柱書きを見ていきましょう。一気に読んでいきますね。提携約款括弧ある特定のものが不特定多数のものを相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が確一的であることが、その双方にとって合理的なものですね。まあ、インターネットのプロバイダー契約なんてのはね、やっぱこう一気にたくさんの人と契約するべきものだと思うんでね、一時あの個別にやってたらね、そのサービスが遅れてしまいますのでね。というわけで、不特定多数のものを相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が確実的であることが、その双方にとって合理的なものを行うことの合意、これを提携取引合意と言いますが、そういった提携取引合意をしたものはね、次に掲げる場合には提携約款で括弧提携取引において契約の内容とすることを目的として、その特定のものにより準備された条項の相対ね、まあ、インターネットプロバイダー契約のあのね、契約あの約款みたいなのをちょっとこう想像してください。
で、その個別の条項について合意したものともう見なされちゃうのね、見なすってなってますからね、まあ、実際にはそのお客さんの方がねよく分かってなくても、合意したものというふうに見なされてしまいます。でそういうふうに見なされてしまう要件、まあ、こういうねまあ、契約の、ね、成立要件からしたらすごく例外的なものですよね。一生時のこう本来はお互い契約の内容分かり合って合致しないと契約成立しないんだけど、まあ、それは、そういう原則からするとかなり例外的なものなので、まあ、それがその例外がやっぱり許容できるだけの利益状況がなければ、まあ、いけないはずなんですよ。でそこでその要件ですけどもね、その1号か2号これどっちか満たしてればいいんですが、例えば1号、提携約款を契約の内容とする旨の合意をしたときね、まあ、例えばこう約款をこうね、約款があるんだとしてちゃんとその約款に書かれている通りの契約にしますよってことがお互い分かり合ってるような時ね、まあ、そういった時に、まあ、実際にはお客さんの方がねその条項に何が書かれてるのかってことを具体的には分かってなかったとして もうこの約款によって取引をしますってことさえもう承諾してしまえば、個別の仮にこうね条項に関してよく分かってなかったんだとしても、まあ、一応こうね契約が成立したことになってしまうと、まあ、いうことになってますね。まあ、そんな感じで約款取引のやっぱりこうね約款取引の対象になるようなものをこう迅速にねやっぱこう進行させるためにこういうね要件で契約の成立を認めるということになります。それから2号ですけども、1号か2号どっちかでいいんですが、2号ですが、提携約款を準備したものですね、提携約款準備者があらかじめその提携約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた、まあ、時ですね。でこれはよく実際まあ、インターネットでこうお客さんを募るような時にもう約款をインターネット上も表示させてしまって、であとはお客さん、まあ、例えば皆さんがなんかインターネット上契約をね約款取引するような時に、まあ、直接こう相手と話さないで、結局そのすでにインターネット上表示されているようなその約款をまあ一応読んでね、場合によっては読むのめんどくさくて読み飛ばしてるしまうこともあるかもしれないですけど、まあ、一応こう事前にこう表示されているものをまあ読んでね、でそれであこれでいいやってことでこうクリック、その OK サインかなんかのところをねクリックしてまあ契約成立させるようなことがあるんじゃないかと思うんですけど、それが2号ということになってますね。というわけで2号ね、提携約款を準備したものがあらかじめその提携約款を契約の内容とする旨を相手方に表示で、よくねインターネット上これ表示してる業者さん多いですけどね、まあそういう表示をしていたときなんかもですね、その個別の条文が分かってなくてもですね、結局その契約が成立してしまうと、まあ、いうことになってますね。でそういう中でいずれにしろ契約の成立の大原則からしたら、まあ、いずれにしろこの約款によって契約が成立するっていうのはね、個別の結局条項が分かってなくても契約が成立するから非常にまあ例外的なものなんですよ。ただ取引の必要性がね、やっぱり約款取引の必要性が大量にこうね迅速にすべき取引っていうのがこうあるのでね、まあそういうところの必要性から約款による契約の成立するのが認められてるんですけど、まあ、一方でねそういう形でこうよくこう知識のない消費者がね不利益を受けてしまうってことになっちゃうと、やっぱりそのね、本来の原則から外れて契約の成立を認めることが正当化できないと、そこでうまくバランスを取ろうとしているのが2項の規定になりますね。548条の2の2項です。前項の規定にかかわらず同項の、ね、条項のうち相手方の権利をほら制限し、または相手方の義務を過重する条項であって、その提携取引の対応及びその実情並びに取引所の社会通念に照らして、第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、ね、合意をしなかったものとみなすということで、まあ、よく、ね、お客さんの方提携約款でまあ契約するときって大体まあ一般消費者の人ってめんど全部細かい字でたくさん書いてあるからね、まあ読み飛ばしてこうよく読まずにこう、ね、契約しちゃう時もあるんだけど、その内容があまりにこう、ね、酷な内容、お客さんにとって酷な内容になっていれば、そこの部分のところがまあこう、ね、合意しなかったものとみなされるということで、まあ、うまく救われるということになりますね。例えばですよ、まあ、こんな契約ない、こんな約款ないと思うけど、インターネットのプロバイダー契約のなんか、ね、こう約款かなんかで、例えばこの契約はもう一生解除することができませんみたいなことが書かれている場合は、まあ、ここの今の、ね、2項の規定に引っかかってしまって、そこの部分はそこの条項だけは、ね、まあ、合意しなかったものとみなされると思うんですよね。まあ、2項前項の規定にかかわらず同項の条項のうち、ね、相手方の権利を制限し、または相手方の義務をまあ、加重する、まあ、条項であってねって形でね、それから相手方の利益を一方的に害するとかね、まあ、こんな感じのところ引っかかっちゃってですね、まあ、そこのところが、まあ、合意されてないことになってくるということになるんで、まあ、あまり心配はないのかなって形になってますね。まあ、そんな感じで一応新しいこう、ね、条文提携約款
に関する、まあ、新しい条文が、まあ、出てきましたのでね、まあ、一応こんなのを、まあ、ご紹介しました。だけど、まあ、一応これで、契約総論のところでね、まあ、大体大事な条文、まあ、約款のところは少し細かいんですけれどもね、新しい条文なんでご紹介いたしましたけども、まあ、一応契約総論の、ね、条文の講義はこんな感じで、まあ、終わりにしていこうと思いますね。まあ、早くね試験の、日程がねこう決まって勉強の計画がね立てられれば、まあ、いいんですけれどもね、まあ、ぜひね学力をね維持するように、まあ、大変でしょうけどね、まあ、大変ですよね、ですけども、まあ、ぜひね学力を落とさないようにね試験の日迎えられるようにねうまくやってってください。じゃあ今回の講義は終わりにいたします。